はい、今日のテーマ、本日のテーマですね、学びの価値を10倍にする方法というところをテーマにお話しさせていただけたらと思っております。というのもね、今日私午前中はね、アトリエアールでは、アトリエアールっていう米粉パン教室では、アルサロンっていうね、サロンをさせていただいてるんですね。うん、私が教室開業とか運営とかビジネスとかね、集客のに関することを皆さんにアドバイスとかね、ご案内させていただいてるのと、エミさんが米粉パンのね、ノウハウとかスキルとかをご案内してるっていうね、ちょっとずつステップアップしていくっていうサロンを運営してるんですけども、そちらのね、説明会っていうのを午前中にさせていただいておりました。うん、その時にね、これをテーマに少しお話しさせていただいたんですけど、あ、そういえばこういうお話ってライブでしてなかったななんて思ってね、今日テーマにさせていただきました。で、先ほどもね、そのサロンの説明会の後もね、米粉パンの勉強会がもうすでにアルサロン入ってる方向けのレッスンをエミさんがしてて、ちょろっとね顔を出させていただいたんですけどもね、あ、やっぱりね、参加してる方はね、確実に自分のものにしてるななんて思って見ておりました。うん、ここには書いてないんですけど、やっぱりね、リアルタイムで参加するかアーカイブで参加するかってちょっと変わってくるかなとも思ったりします。うん、なんでやっぱりリアルタイムに参加する方が質問もできるし、能動的にこうどんどんね、自発的に活動できるので、やっぱり吸収しやすいかなと思ったりはするんですが、ぜひね、やっぱりアーカイブでしか参加できない方って絶対いらっしゃいますよね。うん、あとアーカイブの特典しかない方もいらっしゃるのでね、そういう方はぜひリアルタイムで参加してるのと同じ姿勢でやっていただくのをおすすめします。うん、なんかね、私も今皆さんにいろんなことをお伝えしたいから、 YouTube を学んだりとか、写真の撮り方をカメラマンさんに学んだりとかね、いろんな学びを深めている最中だったりするんですけど、その時にどうしても日程が合わないものってアーカイブ参加になってしまうんですけど、その時にただながら聞きしてるのと、ちゃんと座ってメモを取りながら予習して、予習というか復習して、次回ここを聞こうと思って取り組んだ時はもう吸収が全然違うなって思ったりします。うん、なのでぜひぜひ、ここには書いてないんですけど、番外編ということで、アーカイブで学ぶ方もリアルタイムで学ぶときと同じような姿勢で取り組むのが、うん、自分の身となり地区とにね、肉となり地となると思ったりします。はい、あれ、ちょっと待ってくださいね。なんでもないです。はい、はい、でここからがこのね、今、見ていただいてる画像に沿ってお話しさせていただけたらと思っております。うん、皆さんね、学ぶの好きですか？うん、学ぶのって楽しいですよね。そう、やっぱりこう学ぶのとインプットするのとアウトプットするのってね、うん、違うかなと、気持ちが違うかなと思ったりするんですが、ぜひ学びの価値をね、今日は10倍にする方法なので、10倍にするためにはね、まずは取り組む姿勢すごく大事です。ね、何かセミナーを受けるとか、ね、高額講座であれ、ワンデー講座であり、無料の講座であれ、うん、何のために学ぶの？時間ってね、無限じゃなくてね、有限じゃないですか。うん、なので時間もだし、お金もだし、ちゃんと大事にしてほしいなってところ、うん、なんですが、取り組む前に何のために学ぶのか、自分がこれを受けてどうなりたいのかっていうのをまず明確にしてから学ぶ。これだよを意識するだけで、自分で意識するだけで、うん、インプットは一気に変わるかなと思います。うん、なんなら毎回書いてもいいです。何か講座を受けるときとか、何かレッスンを受けるときとか、私は何のためにこの講座を申し込んだんだっけっていうのと、どういう風になりたいんだっけ、何に使っていきたいんだっけっていうのは、ゴールは明確にしておいた方がいいです。うん、一つ目、これすごく大事になってきます。うん、それだけで価値は一気に変わるかなと思います。そこに付随するんですが、10倍以上得る姿勢で参加してください。私これはね、私の師匠というか、私が学ばせていただいている方は、毎回何かしら高額でもね、定額でも5倍得る気持ちで何でも申し込むのよっていう話をしてて、あ、じゃあ私は10倍とか思ったりして、ね、酔っ払ってるんですけども、そう、例えばね、5万円、10万円の講座申し込んだら、ね、どうやったらそれ以上のお金だけじゃなくて、ね、意識もそうですよね、うん、価値もそうですよね、どうやったらよりそれ以上に得れるかなっていう姿勢で参加 してみてください。これ意識するだけですごく変わりますよね。うん、
うん、それをするために10倍以上得ようと思ったらね、じゃあ10倍以上得るためには何をすればいいかなって考えますよね、うん、なんかね、私もいろんな講座とかセミナーとかサロンとかさせていただいてすごく感じるのはね、やっぱりこう伸びてる方、うん、うまく教室うまくいってるなとか思う方って取り組む姿勢が全然違うなって思います。聞いてる時もふんふんふんとかね言っていただいたりとか、やっぱり質問していただく方はあちゃんとこっちを講師側としてもねいっぱいお伝えしたいなって思いますし、でそういう方って大体予習してるなって見てて思います。米粉パンのレッスンでもね、何かしらこう何かのワンデーセミナーとかあったとしても、例えばね私がワンデーセミナーするってなったら、ちゃんとなんでこのセミナーをしたかとかっていう思いとかもねしっかり読み取ってくださってるなって見てて感じるんですよ。私もそれしようと心がけてます。何かしらお申し込むとき、なんでこの先生はこういう風なものを作ってこうなってほしいんだっていう、その思いを汲み取るだけでもすごく受け取る姿勢って変わってくるかなと思います。うん、でもし予習できるならどんな講座もなんかね、人にもよるかなと思うんですが、割と大体のものが PDF で事前の予習とか資料とか送られてくるじゃないですか。おすすめは絶対必ず目を通しておくのおすすめです。なんなら予習動画があるんだったら必ず予習動画見ておいて、聞きたいことを事前に考えておいてください、うん、この時これ絶対聞こうとか、うん、考えておくだけで当日のね、やりきった感、これ聞こうと思ったことが聞けたら、そこの自分が質問した部分ってすごく覚えてるしね、講座って大体がアーカイブがついてくるので、あ、講座のアーカイブ聞いた時にここ私が質問したところだってね、やっぱ自分が質問したところってより一層見ちゃいません？私ナルシストですかねそうそう、私絶対ね何かしらの講座受けたら質問しようっていうのは決めてたりするんですけど、うん、なんですが、そういうね、やっぱりこう何も質問しなくてただ単純にこう受けた講座ってね、アーカイブでも自分出てこないしね、ツーッと言って面白くなかったりするので、ぜひ事前に予習学習しておくとね、とっさに当てられた時とかも答えやすいし、あと事前に質問考えておくとね、どんどん自発的になれますよね。これ心がけるだけで全然一気に変わってきます。ぜひぜひやってみてください。あとね、いつも私が一番伝えたいところはいつも最後に持ってくるんですが、最後これやると全然変わってくるってところのね、最後のところ、学びの価値が10倍になる方法っていうところで、最後人にお伝えする気持ちで講座とかレッスンとかに取り組んでください。うん、あ、かおきちさんこんにちはということで、こんにちは、ありがとうございます。聞いていただいて嬉しいです。そう、私のところに来てくださる方はやっぱり教室の先生やりたい方が多いからね、多分教えるつもりで取り組んでいただいてるとは思うんですけど、ね、どんな講座を受けるときもやっぱり人にお伝えするつもりで取り組む。で、興味がない人にでもぜひぜひ学んだらアウトプットするのをおすすめします、ね、やっぱりこう口に出して言うと、ね、記憶に定着しますよね。で、より伝えたいって思うから、ね、まとめる力もついてきますし、私もこうやってインスタライブさせていただくことによってね、できる日できない日ありますけど、極力こうやってね、できるだけ平日の12時半ぐらいにこうやってライブさせていただくようになってから、あ、この人がこんないいこと言ってた、あ、この人に伝えたい、皆さんに伝えたい、あ、でもね、私のこうライブを聞いてくださる方はきっとこういう言い方だと分かりやすいだろうなとかって思ってね、何聞いた時もアウトプットする前提で聞けるようになったらすごく定着しやすいんですね、うん、のでパンのレッスン受けるときも、何か講座受けるときも、ね、ぜひぜひ何か学ぶときはこれ絶対誰かに伝えようっていうつもりで取り組んでみるのが本当におすすめだったりしますよ、うん、やっぱりね、一番は最初のとこ段階でね、自分の中でマイルールっていうのをしっかり決めてあげて、何のためにこれ申し込んだんだっけ、でどうなりたいんだっけっていうところを明確にして、それをメモとかねしておいてあげるのもいいと思います。そしたらブレないからね、うん、半年の講座とか1年の講座とかね、申し込んだりとかすると余計にブレたりするんですよね。心が折れたりとかするので、そういう時に最初に決めといてあげると、あ、私ってこういう風になりたかったんだって言って戻ってこれますよね、うん、ぜひぜひ何かを学ぶときやってみてください、うん、何をのために学ぶのか、どうなりたいのかっていうのを明確にするのと、ぜひ人のにお伝えするつもりで取り込む、これだけでね、だいぶ学んだ価値って変わってくると思いますよ。10倍にできるかなと思ったりしております。一つからでもね、
ぜひ取り組んでみていただけたらと思っております。はい、こんな感じでね、今日も楽しくライブさせていただきました。毎日できたら毎日ね、ライブさせていただけたらと思っております。12時半から15分ぐらいね、ライブさせていただきますので、お時間ある方はぜひぜひね、お時間ある時に見に来ていただけたら嬉しく思います。あ、さとちゃんママさん、ローパンさん、コメントありがとうございます。りょうこ先生、お疲れ様です。どうなりたいかを明確にすれば、どう教えたいかがはっきりするので大事ですよね。そうですよね。ほんとそう。一番伝えたかったのってそこの部分かもしれない。明確にするだけで本当に変わってきます。ぜひぜひやってみてください。あ、長谷川さんコメントありがとうございます。いいですね。はい、わかりました。いいですね。明るく頑張りますというところで、ね、そうなんです。でも最後は明るく頑張るところが大事ですよね。楽しみながら頑張るっていうのは一番大事。やっぱりね、楽しくないと続かないからね。どうやったら継続できるかなって言ったら、やっぱり楽しんで自分が発信したりとか継続することだったりするので、で、明るく楽しく頑張っていきましょう。コメントありがとうございます。うん。あ、読めなくてごめんなさい。ランニングするにはアウトプット大切だって最近聞いたばっかりです。本当そうですよね。アウトプットの方が大事なのでに、みんなインプットばっかしちゃいますよね。でもね、インプットしただけだったら絶対人間忘れますよね。うん。で、一番、ね、自分に染み込むのは人にお伝えすることだったりするので、ね、みんなでアウトプットしていきましょう。コメントありがとうございます。とても嬉しく思います。はい、ではでは、また明日もね、この時間にライブできたらと思いますので、またまた聞きに来てください。今日もね、良い一日をお過ごしくださいね。失礼します。コメントいただいた方、聞いていただいた皆さんは本当にありがとうございます。またまた、失礼します。